こんにちは、ドクターナイケズです。すいません、紹介をしていませんでしたね。小説ガチャ復刻していて、こちらの紹介をしていきたいと思います。今回は時灘ハリベルバラガン、ケツから紹介しておこうか。まずはバラガン陛下。キャラ紹介は随分遅れてしまった一人ですね。なぜならば全然当たんなかったから。僕の三大幕士のうちの一つと言って過言じゃないキャラクターですね。この僕の幕士の後にガチャの、システムが変更になったとかならなかったとか言われるようなキャラクターです。通常強攻必殺20、20、40、で致死生存弱体無効というのがついてますね。デフォルトで、全部の攻撃に弱体がついて、青攻撃強いです。即アランカルキラーで、一番最近に出たキャラクターなんだっけ何と被ったんだっけ。即アランカル、バズか、バズと同じ即アランカルキラー。バズビーはやけどだけども、バラガンは弱体。そこら辺は好みの問題だと思いますね、使い方としては。強一も長く広くいいんじゃないかなと思うと、で強二は集めてもヒット数もなかなかですね。で強三、通常がね若干短い、強攻撃を基本打っていく形でいいんじゃないかなと。針など触れるまでもない、ディスティーノ・アロガンテ。通常が狭いなっていうのと、強さんも若干狭いんだっけな。強攻撃の範囲アップはついてないですね。でも十二分に強いキャラクターだと思います。そして見た目的にも正統進化っていう感じですよね。まがまがしい感じが。ハリベル様、状態異常がついてないんで40、40、60、通常強攻撃必殺が 40%、40%、60% で、氷結はしません。強攻撃範囲アップ、ヒットアップ、バフの時間延長で強2でシールドが貼れると。今その攻撃の位置がどこかなってなって、まあ至急ってなって、いやどこってなったけど、分かった、ちゃんとお腹にありますね。無益な戦いをするつもりはない。そのために得た力だ。オリジナル形態のエスパーダはその砲撃が入ってますからね、穴の部分に。ここにありますね。邪魔をするな。逃げられると思うな。ディエンテスでティブロン。
やっぱり必殺技この威力も通常威力も高いっすよね。技のアランカルキラーっていうと、まあ、最近だともういろんなパターンが出てきましたね。例えばオリジナルケータにスタークも技アランカルキラーで、技のソイフォンとかも未だに根強い人気を誇っているというところ、他の技アランカルキラーまあ、あやかし海炎とかも強いですね。まあ、いちご、砂漠いちごは、だし、まあ、小説原発は、臨機強化薬プラスっていう印象しかないんで、技アランカルキラーとしては、トップ層ですね。使い勝手として。スタークは、まあ、範囲アップヒットアップがあって、まあ、使ってて気持ちいいキャラクターですね。ただ、強攻撃のダメージアップとかがないんで、強攻撃をバンバン打っていくキャラだけでも強攻撃ダメージアップがないのがちょっともったいないなっていう印象はあるけれども、やっぱまあ使ってて気持ちいい。あとはまあここだとこの共闘室外は未だにいいと思いますね。ダブルキラーででまあ、ソイフォンとか千年白夜とか、千年白夜はやっぱ必殺技がバカ強いで、同じような感じで、ハリベル様は使えると思います。あとはまあ、レイドでバフキャラとして使う、バフキャラ&あのバリアキャラとして使うっていうのも一つありだと思います。そしてラスト時など様、まだ数は少ないですけども必殺技を使うことによってクールタイムが回復できるっていうメリットを持っていて、で、なおかつ、状態上も付加されるで、通常 45% アップ、強攻撃 50% アップ、麻痺無効で通常型なんですよね。通常攻撃1つアップ、ガード無効、オードで非常に優秀だと言われますね。あとは僕ね、このキャラの紹介の時に、まあ通常、まあ、チャピ済みが己の揺らくに命を懸けの人生に何の意味がある、かっこいいですね、ボイスね、チャピ済みがいいですよと、霊圧がそんな高くないし攻撃高いからチャピ済みがいいですよというふうには言ってるんですが、そうね、強攻撃が楽しいからできれば両刀にしたいなっていうところだよね。必殺レベル1だと、まあ、チャピ済みが僕は強いと思いますけれども、これが必殺レベルが上がれが上がるほど霊圧と共存していくと面白いキャラクターなんじゃないかなと思います。立て祭る普天強国、面白いどうか、バフなのに集めてた、通常は強いんだな、面白い。でここで視界すすりて天外まとい、万象等しく写し削らん円楽経典で、面白い、どうか、面白い、視界すすりて天外まとい、万象等しく写し削らん円楽経典。この
何を使ってるかっていうのはキャラクター紹介の方でも細かく説明していますということですね。人の視界を使えるというものですね。さあ、ここまで3キャラ紹介してきましたが、昨日紹介した千年決戦編も同様なんですけども、これはね引くしかないんですよ。その常設はまあまあ後で来るしとか、なんなら引けるしって言えるんだけども、こういう小説のガチャと千年決戦のガチャはもうここで引かない限り手に入らない。まあその稀にね、その小説のガチャで、闇鍋に小説がみたいなことが起こり得るとは思うんですけども、過去にそういう千年決戦でそういうのがありましたが、今はそういったことがほぼないので、ここで引くしかないと思います。で他に闇鍋要因としては、リメイクのイチゴで、まあそれ後半3人が、ハロウィンの女の子3人ですね。まあこうやって女性って言った方がいいな。特に織姫は可愛いと思いますね。ここの3人だと織姫推しですかね。あとまあ、ヨリスさんは、通常攻撃アップなんで、まあ、通常のリンク要因として使えるかなとは思いますね。で、まあ、ヨリス様は火だめ20で、こいつを、まあ、剣髪とか、まあ、あんまり僕はおすすめしないけど、カシバルとか、まあ、力のリンク要因には重要ですね。このガチャも、闇鍋要因含めて特に最近始めた人たちには美味しいガチャなんじゃないかなと思います。最近始めた人で、でもここいや難しいよね。もうどれも引けって言ってっから、いやどれを引いたらいいかわからんってなるのは当然かなと思いますけどね。今やってるガチャどれもいいんですよね。ここもいいし、これもいいし、なんだったら僕はここも闇なめ要因含めて、なかなかいいガチャですからね。てか技強弱かぶってるのひどくね。闇なめ要因かぶせるって、それはやってるガチャでかぶせるってひどい話だ。はい、まあいやー引くしかないよ。いや無課金とかでどれかしか引けないとかなったら、まあ個人的には千年決戦でいいじゃんって思ってしまうが、このオリジナル形態も強いんですよ。特にあれだね、時灘、俺まだ1000回もやってないんだけど、1000回もでちょうどドンピシャ、無所属の死神キラーでドンピシャハマるところがあるみたいですね、心で。まあやっぱそういった意味でもゲットしておくと非常に助かるんじゃないかなと思いますけど、どれを引くべきかはまず自分の好きなキャラですよ。自分の好きなキャラでまず真っ先に引くべきで、例えばもう今やってるガチャはどれも限定なので、まあ、ここはでもまだピックアップがこれからまだ来るから、ハッシュバルとかね、でそこを引くからもうあえてこっちでみたいな。でより限定キャラが多いのはこの千年決戦の復刻なので、6体限定がいるからね、こっちに回すっていうのは一つありかなと。いやいやいや、もう俺はハリベルが好きなんだよっていう人はもちろんここ回すべきだし、もう時灘様に会いたくてしょうがなかったんですっていう人はもうここだし、いやバラバラ陛下でしょっていう人もやっぱここだし、あとまあ引くべきはステップ5とか10とかそういった区切りのいいとこまでは引くならね。いやステップ3でやめちゃいましたとかはやめた方がいい。やるなら5か10まで引けるぐらいに弾を確保してから回すべきじゃないかなと思います。
初心者ならなおのことストーリー回ったりとか、星4幻突とかでもらえなかないだろうから、やるなら50まで引くつもりで霊玉を貯めていきましょう。いやー、5周年はもうこのガチャしか目玉がない、ちょっと寂しい感じですけども、ま、なだったらまあそのガチャの解説ですわな、まあ、しゃあないよね、そこやるぐらいしかないから、うん、というわけで今回はこの紹介でした。いやーいいと思うよ、キャラクターどれも熱いんで、ぜひゲットしてみてください。一応12日までやってますね。はい、今回はここまで。以上、ドクターヌキでした。お疲れ様でした。